さあ、皆さん始まりました栄光ゴーンということですね。今日も栄光に向かってゴーしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、本日は何をやりますか。変わらず評判のはいお料理、ぜひやらせてください。この本当に料理やったことのない僕がもうセンスだけで作る料理今んとこほぼほぼ大成功してますよ、はい、そうですね、はい、ちびっことかも見てくれて、やっぱあのハンバーグの作り方とかね、キャッキャ言いながらやっぱ見てくれたりとかするみたいですね。いや、あの毎回毎回ちょっと栄光エッセンスが入りますから普通にはやっぱね、僕も作りたくない普通のハンバーグであったり普通の料理はいいです。やっぱそこに僕ならではの何かエッセンスを入れたいっていうのがやっぱあるんですよね。前回シナモン入りましたね、ハンバーグに。あれも良かったな、スパイス効いたシナモン。本当に毎回言いますけど、いずれ夢はこの栄光クッキングで出したこの料理を栄光カフェでぜひ皆さんに食べていただきたい。やっぱね、これ見てる人も本当に美味しいのかと、悪のスタッフの口オンチなんじゃねえのって思ってる方多いかもしれないですけど、これをね、ほんとみんなに食べさせたい。だからね、いつかやりたいですね、このカフェ。意外とね、この YouTube で発信したこと結構テレビの仕事にこう繋がらせていただいてて、例えばゲームのお仕事来たりもそうだし、あと漫画幽遊白書語ったりとかしましたよね。それ漫画の話も来たりとか、唯一まだ来てないのは料理かな。まあ、いずれ来るでしょ、これ時間の問題でしょ。では今日のメニュー、はい、何ですか。カルボナーラ。ちょっと待ってよ。もうあのソースもってことですよね。もちろんです。パスタなんか作ったことないですね。茹でたこともない。カルボナーラ食べたことは？もちろん大好きです。カルボナーラ大好き。じゃあ何を材料に使うかを書いてください。まずパスタ。こちらですね。まず、はい、パスタの麺ですよね、はい、パスタ、生クリーム、はい、卵、はい、胡椒、結構、はい、胡椒結構効いてる感じが僕好きだったりするんで、でクレイジーソルト、安定ので、刻み海苔、お、和風、はい、で、シソ、お、和風で、とろけるチーズ、これちょっとチーズ入れます。はい、で、具としてベーコン、はい、アスパラ、はい、あ、なんか、はい、で、雪見大福ってアイスあるじゃないですか、はい、あれ、用意してほしいんですよね。俺やっぱね、この雪見大福を入れることによってね、味がギュッと引き締まると思うんですよ。冷たいパスタなんですか。いや、一緒にこれ、あの、雪見大福をソースに入れて熱します。お餅がソースに入ってます。お餅がいい、はい、はい、そうです、はい、お餅とバニラアイスが、はい、このカルボナーラのソースをギュッとね、パワーアップさせるんじゃないかな、想像ですよ。はいはいはい、はい、ちょっとやってみたいなと。はい、じゃこれを買ってきていただきたい。わかりました。はい、さあ、材料はこちら揃いましたんで、早速調理に入りたいと思います。今ざっくりですね、パッとこの用意された材料を見てるんですけども、全然どうしたらいいか分かんない。今までこのカルボナーラを食べたことがある感覚だけで作りますよ。で、まずこれを結構大きめに入れてくれるよね。こう切ります。おお、縦に切ったんですね。で、結構厚めにするね。ベーコン多めの贅沢カルボナーラでしょうかな。シソを入れたいと思います。そういう香りもね、いい感じに際立つと思います。和風ですよね。和風ですね。で、刻みたいの、できるだけ細かく。
ちょいいらないんだよ。なんか聞いたことある、こう手でちぎった方が香りが立つとか。なんかびちょびちょだな。アスパラ、アスパラもねよく入ってるんですよ。これも入れたいと思います。これアスパラやっぱ若干ちょっと茹でた方がいいよね。約1、2分ぐらい茹でようか。知ってますね。やっぱあのカルボナーラ、僕あのパスタ屋行って何食べるかって言ったらカルボナーラ食べますもん。あ、そうなんですね。で、僕が好きなのは、昔から好きなのはやっぱ明太子とかたらこのカルボナーラとか。さあ、茹で上がりました。どれぐらいだ、斜めに入れてんな、みんなコックの人。こう、ほらほら、ぽい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 。で、最終的に手でやるから。はい、これでとりあえず具は OK でしょ。で、そっから麺を9分間、結構やるな。難しいのタイミングだと思いますね。はい、あのね、多分これ茹でて一回揚げます。で、その間にソース作るんで、ちょっと8分ぐらいにしようか。2人前ぐらい、これぐらいいこうか。え、こんなもんでいいの、これで2人前。もうちょいいこうか。量わかんないね、パスタ。これでくらいでいくか。さあ、お芋沸いてますんで、いきますね。ね、見たことありますよ、パラっていけるでしょ。はい、よっしゃ、もう、綺麗。よっしゃ。さあ、ここから9分が。で、なんか俺聞いたことあるのが、この茹でるときに、このお湯に塩入れるといいっていうふうになんか聞いたことあるんで、ここでもうクレイジーソルトいきます。クレイジーソルトですね。はい、はいはいはい。さあ、この間に肝心のソース作り、はい、もうここで全て決まると言っても過言ではない。そうですね、これどうするかなんだよね。もう行く感覚で、はいはい、まずここに油、オリーブオイルを垂らします。はい、あ、上からいきますね。はい、はい、エイコズキッチン、エイコズキッチンで、このベーコンから、その間にこっちも忙しいな。ベーコンいきますよ。で、これを、うわ、怖え。あ、すげえいい香りしてる。忙しいですね。だいぶ忙しいよ。こんなもんにしとこう。で、ここにアスパラ、アスパラ、あ、全然入ってない。パラ、わあ、めちゃくちゃいい匂いします。すげえいいじゃん。あっつい、いてあっつい、あっつい、あっつい。あっつい、これどうしよう、マジで怖えんだけど。ここで火読めるか。で、どうする。で、こっから勝負よ。はい、こっからですね、生クリームいくか。はい、生クリームいきます。いいのかな。はい、あ、これちょっと落ち着きますね。全部いっちゃっていいか。これもにしとこう。あ、ぽい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 。
ちょっと生クリーム捨てます多かった、はい、ちょっと多い、これくらいにしとこう、はい、でこれでちょっと沸騰させるでしょ、でそこに卵かな、はい、卵入ってるよね、卵入れます、これすごいでかい卵だね、これで、これぐじゅぐじゅします、はい、うわっ、ぽいぞ皆さん、ちょっとぽいぞで、ここに、クレイジーソルトいきます、はい、ちょ、クレイジーソルトって同じですか、クレイジーだねちょっと待って、ちょっと待って、なんか卵が固まって変な風になってる、スクランブルエッグみたくなってるどうしよう、スクランブルエッグになってる、どうしようちょっと待って、ちょっと生クリーム入れるか、やっぱちょっと入れるか止めよう、止めよう、スクランブルエッグになってきた、どうしよう、あれ何が足りない、一旦、ちょっと待って、落ち着け落ち着け、エッグ落ち着け、で卵もう一個入れよ、あ、いや、スクランブルエッグになるなで、ちょっと早いんですけど、ちょっとソースにちょっと時間まだかかりそうなんで、これ、スープ、あ、スープじゃない、麺を湯切りします、アクのスタッフ、はい、ちょっと網持ってくんない、ちょっと、そこ怖っ、こっちだって怖いんだよ、動かさないで、はい、おお、さあ、美味しいカルボを後で俺に食わしてあげるから、で、ソースなんですけど、ここでこちら初挑戦、雪見大福、これを入れてみたいと思います、これを入れます、で、火をつけて溶かします、カルボナーラにアイスって意外と初っすよね、溶かします、これをチーズ、チーズ、やっぱカルボナーラさ、チーズでしょ、チーズもドンといくよ、雪見大福で、あ、ちょっといい感じに、これ餅がほらとろっとしてきてる、スクランブルエッグからまたちょっと取り戻したぞカルボナーラ感、カルボナーラ感を、で、これに麺を入れます、はい、いきますよ、で、混ぜます、頼むうまくなってくれ、あ、なんかでもぽいっしょ、カルボナーラです、カルボナーラになってきたよこれ何って聞かれたら、もうカルボナーラ一択でしょし、オッケー、盛り付けします、悪のスタッフの分もよ作っといたから、ありがとうございます、欲を言うならもうちょっとこうとろっとした感じが欲しいのかなっていう気持ちもあるけども、とりあえず今回、うわ、初めて作ったよ、で、胡椒、はい、胡椒高いっすね、もちろん、あの、まんべんなくいくようにねで、この、はい、大葉、大葉を、のせます、で、刻み海苔、
完成でございます。雪見大福が入った雪見ボナーラそれでは試食の方に行きましょう。さあそれでは早速試食に参りましょう。はい、ということで見た目は完全にカルボナーラ、ただ問題は味です。全く想像つかない。うわ怖えいただきます。スーパーうまいなんだこれ今まで人生で食べてきたカルボナーラの中で一番うまいちょっと待ってくれ、嘘だろ、自分の舌を疑うわ。ちょっと今俺震えてるわ。いただきます。シソもねちょっと乗せて。マジか、なんでもっとこの才能に早く出会わなかったんだろうまず大きくでかく切ったこのやっぱベーコンがすっごくあのうまい感じに焦げてて、で香りもやっぱ出すし味もジューシー感も出る。アスパラもちょゆで加減もちょうどいい、炒め加減もちょうどいい、でしっかり胡椒も効いてます。胡椒もちょうどいい、すごいスパイシー。その中に雪見大福という優しい甘さが口の中にふわっと広がってふわっと消えてく、この儚さこれうまい。何点ですか。塩、まあ、前だからもう消去法だよね。もうちょっと塩入れた方が良かったかなってのと、ぐらいかな。でも考えると100点だねいやそんなそれを通り越すような長所がズバ抜けてるから、ちょっと悪のスタッフ、なんか僕の舌がねバカなんじゃないかって思われちゃうんで、悪のスタッフちょっと食べてみてくれる。本気で言いますね。じゃあさ、ちょっとベーコンも乗せてくんない、そこに。美味しい一口をね、いきます、本音で言います、はい。めっちゃ食っちゃうまい。何これ。水、今こしてるかもしれない。でしょ、はい。これ本当に店でパスタ屋で出てもおかしくない。あのふわっとくるさ、はい、月見のあの甘さわかる。雪見。遠くにふわっと来て。来でしょ。でまたパッと消える、この本当雪のような。雪解けの、そう儚さね。これすごいよ。これ正直今回はまずいってしょうがないなと思ったの。もう想像がつかないから。はい。できるもんだね。まだ止まんなくなりましたこれ。雪見大福ちょっと皆さんねやってみてください。一個ポンと入れるだけでこれ特にねお子さんとかも喜ぶかもな。そうですね。全然変な甘さじゃないです。じゃあ全然じゃん。遠くの方でこうさっと現れてる。そう、うん、これあるよ、レシピ本出しませんかカレンダーに続いてレシピ本出しませんか。来たらすごい、ね、はい、いいですね。やる、どんなジャンルでもやるよ。エコ食堂いいね